高野さんの案内見言は、自尊院や高野さんの参傾者、ハイキング客を案内した犬。昭和60年代に、久戸山駅と自尊院を結ぶ途中にある入橋の近くに住み着いていた、奇中犬と芝犬の雑種である白いオスの野良犬が、やがて自尊院や高野さんの参傾者、ハイキング客を案内するようになった。自尊院から聞こえる鐘の音を好んでいたため、いつしかこの野良犬は、 ゴンと呼ばれるようになった。最初の頃は、黒山駅と自尊院の間を案内するだけだったが、1989年頃から自尊院をねぐらとして、高野山長石道の2 0トル強の道のりを、朝、自尊院を立って、夕方に高野山城の大門まで道案内し、夜には自尊院に戻る毎日を送っていた。 しかし長く険しい山道を連日のように歩き続けたため、体力的、年齢的にも相当の負担がかかったようで、1992年をもってガイド犬を引退し、その後老衰のため、2002年6月5日午後3時50分に息を引き取った。約1200年前の具法大師の時代にも、高野山の案内犬がいたという伝説があり、この言は、 工房大師の案内犬の、さらい、生まれ変わり、お大師さんの犬などと呼ばれ、親しまれていたこともあって、同年7月23日に、自尊院住職の計らいで境内の具法大師像の、横に、ゴンの石像が載せられた、高野三案内犬、ゴンの日が建てられた。また、絵、えっと、高野三案内犬ゴンちゃんと書かれた、ゴンの御種も国書に備えられた。2003年には、 童話として出版された。現在、自尊院には、晩年のゴンと共に暮らしたオスいぬ、彼がいるものの、ガイドは行っていない。A.B. 高野さんの案内見ン。ハート出版。2003年12月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年6月7日閲覧。A.B. 犬との暮らしをより楽しく高野山案内見ンちゃんが、歩いた、同世界遺産の道。 高野さん、超赤道を歩く。ドックマガジンウェブ。2007年10月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月7日閲覧。高野さん、案内券、ごん人気続く、自尊院、保守。高野さん六橋本新聞。オリジナルの2012年10月8日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.201200802628/.http://hasimoto-news.com/.news/.2011/.05/.28/.3458/.2013 h 年6月7日閲覧案内言語が 童話に参拝人と高野さんのボる共同通信オリジナルの2009年10月1日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20091001183557/http://www.47news.jp/cn/200308/cn200308150100001.html2013 年6月7日 すラン、ありがとうございます。